おはようございます。木村農園いちご屋さんです。島根県のいちご農家です。大阪から島根県に I ターンして新規就農しました。いちごを20年間栽培していますが、他にもいろいろな野菜や果物も育てています。このチャンネルでは自宅でいちご狩りをする方法をいちご農家が教えます。また家庭菜園での野菜の育て方や田舎暮らしのエピソードなど紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は冬の野菜の定番、大根のお話です。オイラは何種類かの大根を栽培しています。特にお気に入りは秋の里で、サラダでも美味しく、熱を加えた料理でもさらに甘さが増して美味しくなります。この種を去年の9月頃に撒いておきました。本来なら畝を立てた方が良いのですが、いちごの作業が忙しい時期だったのと、この畑は比較的排水が良かったので、畝なしで苦土石灰と有機肥料だけ混ぜて、そのまま種をすじまきしました。すじまきすると大根が密集しますが、大きくなるにつれて間引いてやります。最終的に30センチ間隔ぐらいになるように仕上げていきます。間引いた苗も間引き菜として美味しくいただきます。12月頃から収穫が始まり、年が明けた3月頃まで収穫が可能です。最低気温が氷点下になり、雪が降る日も増えてくると、大根は凍らないように糖度を上げてくるので、より美味しくなります。スーパーの産直コーナーに大根を持っていくと、スーパーの鮮魚売り場のおっちゃんが、これこれ、木村さんの大根を刺身の妻にすると美味しいんだよって市場に買っていってくれます。サラダ、大根おろし、おでんに、お鍋にと、フレッシュの生でも加熱して煮込んでも大根は美味しいですよね。細切りにして乾燥させた切り干し大根も保存ができていいですよ。今回は2月現在の収穫風景を見ていただきますね。1本ずつ手で土の中から引っこ抜いて、葉っぱの部分を切り落とします。12月頃なら葉っぱもおひたしや炒めたりすると美味しいので、葉をつけたまま出荷しますが、年が明けると葉が硬くなるので切り落とします。土の中に小石があったりすると、形が変わり、大根がより足のように見えます。毎年思わず笑ってしまう形の大根ができます。
収穫後は一本一本丁寧に泥を落として洗います。井戸水を使っています。井戸水は水道の水ほど冷たくないですが、寒い日は手がかじかんでしまいます。たわしなどを使うともっときれいに真っ白に表面はなりますが、傷がつくことになり鮮度が落ちるので、オイラはほどほどに洗います。産地直送で他府県に送るときは洗わず土をつけたままにします。そうすることで鮮度をより保ちます。スーパーや直売所に並べるときはほどほどに洗い、袋やラップで鮮度を保ちます。3月の後半になると遠出しといって大根が花を咲かす準備に入るので味が落ちちゃいます。遠出ししにくい種類もありますが、オイラの畑は3月で収穫が終わります。今のうちに美味しい大根を味わってくださいね。今回の動画を気に入っていただければ、いいね、高評価ボタンをクリック、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。再生リストにもいろんな動画をアップしています。春に向けて自宅でいちご狩り企画もスタートしていますので、ぜひとも見てくださいね。それでは。